福島徹慶は毎日放送のアナウンサー。出演番組によっては福島信弘という名義を用いることがある。毎日放送を含む JNBN、JRN 加盟局の優秀なアナウンサーを表彰するアノンシスト賞で入社者年度の2011年度にテレビフリートーク部門、2019年度にラジオ読ミナレーション部門で優秀賞を受賞。 宮崎県宮崎市の出身で、実家は、建材店を営んでいる。日向学院中学校、高等学校、龍谷大学文学部卒業、同大学大学院文学研究科、日本語日本文学専攻を修了。幼少期から放送の歴史に興味があったことから、宮崎県には、 地上派の民放テレビ局が2局しかないという理由で民放テレビ局の多い地方の大学への進学を決めたという高校時代には放送部へ所属中学校時代の同級生に社、英子高校の先輩に横山雄二がいる落語を好きなジップの影響で小学生の頃から NHK ラジオ第一放送の新内共演情報演芸会 呂曲18番などの番組で演芸を楽しみ、龍谷大学の文学部時代には落語研究会に所属。絹の家人丹という芸名で落語やウクレレ漫談を披露していたほか、一時は落語研究会の会長を務めた。また、大学の先輩と漫才コンビ、心座新茶を結成。2007年2009年に出場した M-1 グランプリでは、 いずれも準決勝にまで進んだ。心座新社では、若本則夫の声真似を持ちネタとして披露していた。大学院生時代には、国語の研究者への道を一時志していたが、学術論文の執筆で限界を感じたことから、断念。本人によれば、大学院から放送業界への就職を決めたのは、修士論文の執筆に向けて、 就職活動を早く切り上げる必要があったことや、放送の歴史への興味を持ち続けていたことに加えて、佐々木敏直が表した2011年新聞、テレビ消滅を読んだことを機に、自分が何とかせねば少しでも力になりたいと考えるようになったからという、2011年4月に毎日放送に入社。毎日放送では2011年度に、 新卒枠でアナウンサーを募集しておらず、当の福島自身もアナウンサーではなく、前述した理由で番組の制作を希望していたことから一般職で採用。採用後に営業局へ配属される予定だったが、前述した経歴を知った人事部長から入社1ヶ月後の人事面談でアナウンサーになることを勧められた。福島がその勧めを快諾したところ、人事部長が 当時のアナウンス室の上層部へ福島を推薦。一方のアナウンス室も人員不足に見舞われていたため、通常のアナウンサー職採用者よりも長くアナウンス研修を受けることを条件にアナウンス室へ配属された。ちなみに2011年2月に中途採用扱いで東海ラジオから移籍した福本進悟は同局のアナウンサーとしておよそ2年のキャリアを積んでいるが、 毎日放送アナウンサーとしての同期にあたる。また、毎日放送で新卒枠採用の局員がアナウンサーとして活動する事例は、2008年に大吉洋平と斎藤博美をアナウンサー職で採用して、以来3年ぶりであった。入社1年目の2011年には、アナウンス研修期間中の7月25日から8月31日まで。 チチンプイプイの夏季限定企画、ハッピーアワー体操2011に体操のお兄さんとして同期の福本と日替わりで出演。この企画で任された前説などが高く評価されたことから当初半年を予定していた研修期間を短縮した上で同年10月からチチンプイプイ月曜日のリポーターや MBS 歌組スマイルソングズのパートナーに抜擢された。また、 未来の花束キャンペーン隊に幸せの黄色い上くん一号というキャラクターで参加。JNN、JRN 系列局の優秀なアナウンサーを毎年表彰するアノンシスト賞では上記の経緯でアナウンサーとしての本格デビューが遅れたにもかかわらず入社初年度にテレビフリートーク部門で優秀賞を受賞した。年月日からは MBS テレビ制作。 TBS 系列の全国ネット番組、しっとこに情報プレゼンターという肩書きで出演。9年間アシスタントを担当してきた上司、高井美希アナウンサーの公認として、全国ネット番組では初めてのレギュラーを務めていた。後継番組のサタデープラスにも、開始から2年半弱が経過した2017年8月から2020年3月まで、レギュラーで出演。 2012年秋には、ローソンと歌組によるコラボレーション企画の一環として、当時の先輩アナウンサー、鈴木健太と共同で、牛丼チキン南蛮デリシャス鈴木で、満福島丼ぶりのプロデュースを担当。福島は、地元、宮崎県の名物である、チキン南蛮をメニューに盛り込んだ。2012年10月から2014年3月30日までは、レギュラーで、 初めての冠無理番組として、MBS ラジオで、福島徹慶系の昭和歌謡でしょ、を放送。大学生時代に、絹の家人艦や、心座新茶として活動していた経歴を買われて、2013年からは、テレビラジオを問わず演芸番組の司会にも、起用されている。2017年からは、シアタードラマシティで開かれる、プイプイラッ会に、 先輩アナウンサーの河田直也とのコンビで司会を務めている。2015年4月から2017年12月までは昭和歌謡以外のジャンルの楽曲も扱う深夜の音楽番組 MBS ソングタウンの MC を担当。同年10月には同番組で共演する3個な爪とともにミュージックのナビゲーターに起用された。その一方で2017年8月の 世界陸上ロンドン大会では、毎日放送を代表して、ロンドンへ派遣。チチンプイプイ、サタデープラス、セアネン、向けの取材や生中継リポートを任されていた。ラジオパーソナリティとしては、2015年度の下半期から、福島信ブの、どうぞお構いなく。2017年度から、ナイターオフ期間限定で、次は新福島。シリーズを担当。 2018年10月7日には、安住紳一郎からの指名を背景に、安住紳一郎の日曜天国で、夏季休暇中の安住に代わって、パーソナリティを務めた。次は新福島がラジコを通じて、全国的な人気を博していることなどを背景に、2019年1月7日には、午後、ラジの14時台にゲストで出演した。2019年10月からは、 どうぞお構いなく。や、ナイターオフ期間限定の次は新福島に加えて、毎週金曜日の夕方に福島のぶひろの金曜でいいんじゃないという生ワイド番組のパーソナリティも務める。その一方で、2020年2月28日には金曜でいいんじゃないに続いて、伊藤文隆のラジオノートにスペシャルパートナーとして出演した。その一方で、 2018年度の次は新福島内で放送ある男の物語が高く評価されたことから2019年度アノンシスト賞のラジオフリートーク部門で優秀賞を受賞している。なお、新日本放送時代の1959年3月1日からテレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた毎日放送は2021年4月1日付で ラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが、福島はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。その一方で、テレビでは2021年4月10日から、 土曜の4 c h a t v の MC を務める。ラジオでは前日したように多数の冠番組を担当しているが、テレビ番組の MC をレギュラーで任されることは初めてである。同年の10月開編からは、金曜でいいんじゃないなどへの出演を続けながら、ザ・タイム、内のレッドリレー中継キャスターとして、全国ネットの番組へ再び登場する予定。 学生時代から好んで視聴している番組として、ラジオ深夜便や、開運、何でも鑑定団を挙げている。就職活動中こそ、自分には恐れ多いとの理由で、NHK の入局試験を受けなかった一方で、開運、何でも鑑定団のような番組を作りたいという理由で、テレビ東京の職員採用試験を受けている。福島自身は、消えていくものや、 消えてしまいそうなものへの執着が強いことを学生時代から自覚しているという。毎日放送に一般職として入社しながらアナウンサーになったきっかけは入社後の人事面談で NHK ラジオ第一放送ならではのペーパーノイズや生ワイド番組の合間に定時ニュースを挟む編成が好きといったことにある。福島自身は入社するまでアナウンスの技術を 習得する機会を得ていなかったが、当時の社内に20代のアナウンサーが少なかったことから NHK のラジオニュースを聞いているのなら、おそらく原稿も読めるだろうという加藤などの判断でアナウンサー室に配属された。アドリブラジオの開始当初に福島ール系の辞書散歩という冠コーナーを担当するほど学生時代から複数の国語辞典を愛用。辞典好きが講じて、 流国大学では日本語の研究に取り組んだ。毎日放送入社後の2018年には、ことのはずかのパイロット版向けに、岩波書店の辞書編集部を先輩アナウンサー、松川博子とのコンビで取材。2019年には、岩波書店の依頼で、初めて執筆したエッセイ、愛史の国語辞典様が、月刊誌図書の12月号に掲載された。 日本文芸家協会が編纂したベストエッセイ2022もこのエッセイが全文にわたって取り上げられている。趣味は昭和歌謡の鑑賞で少年時代から藤山一郎や第二次世界大戦以前の歌謡曲を愛聴。毎日放送へ入社後もチチンプイプイや MBS ラジオ祭りなどでその一節をたびたび歌っている。昭和歌謡以外の音楽では 民謡への造形が深く、ところジョージがシンガーソングライターとして発表した楽曲も高校生時代から愛聴。龍谷大学の落語研究会で活動していた時期にはライブハウスを借り切った上で二度にわたってディナーショーを開催していた。筆ペンデーを描くことも得意で毎日放送への入社後は MBS 歌組スマイルソングや2012年11月に 同番組の海外取材企画、リアル世界君で、オーストリア・ハンガリー・チェコを訪れた際に披露。この腕前に対して、長谷川義文をはじめ、チチンプイプイのレギュラー出演者が3事を寄せている。また、MBS テレビでのレギュラー番組や毎日、放送主催のイベントでも、福島による筆ペン画の作品を随時公開。 2015年1月には大阪市北区の空色画房で地震初の個展が開催された。さらに2020年12月17日にサ,ンサイブックスから発売された筆聴ラジオ2021では表紙のイラストの描画を初めて任されている。ラジオパーソナリティとしてはラジオ博愛主義というテーマを掲げながら焼きそば、香るやおじさんの友達と称する アナウンサーパーソナリティと積極的に交流している。2020年4月27日には、そのような関係を生かした特別番組、福島のぶひろのおじさんぽ、が、MBS マンデースペシャルで2時間近くにわたって放送された。2021年1月には、出身地の宮崎県が公演する、MBS ラジオリラックスウィークのアンバサダーへ、山本彩香と共に起用。 春名勇気や藤原圭希など、ラジオパーソナリティとして、福島の後を追う男性アナウンサーも現れ始めている。2019年9月6日には、MBS ラジオの特別番組、9月6日は、MBS ラジオの日から飛び出せ、PR 大作戦の12時台後半に、福島通る系、MBS 茶、プラステージで、PR 大作戦、という企画で、 街頭演説風の PR に挑戦。大物政治家や、はずきルーペのテレビ CM における渡辺県を連想させる口調で、ラジオ全体や MBS ラジオの魅力を8分27秒間に渡って力説する模様が、ジャプラステージからの公開生中継方式で放送された。この演説は、収録音源を用いた、レイディオトックからの無料配信や、 レギュラー番組内での再放送に発展するなど、ラジオ業界の関係者を中心に大きな反響を呼んでいる。さらに、どうぞお構いなく。終了の翌週から発売の、別冊 TV ブローズ全国ラジオ特集パワードバイラジコに掲載されている、北海道から沖縄まで、ローカルラジオスター特集では、関西地方の AM ラジオ局制作番組の、 レギュラーパーソナリティからただ一人、ローカルラジオスターとして取り上げられている。次は新福島。シリーズが始まった2017年度以降のナイターオフ期間には、伊藤文隆のラジオノートが裏番組に当たるにもかかわらず、伊藤文隆との間で放送局の壁を越えた交流を2019年度に展開している。福島、伊藤とも放送局の壁を越えてでもラジオ業界全体を 盛り上げたいという思考の持ち主で、伊藤は2018年度から、福島をラジオノートのゲストに招くことなどの相互交流を提案。MBS ラジオでは、同番組が放送されていなかった2020年1月1日に、福島のぶひろの大新年会、おめでとう日本、第5部のパイセンがやってきた、元日スペシャル、で伊藤をゲストに迎えた、ラジオノートでは、 その節のご礼を兼ねて、翌2月28日放送分の後半に、福島をスペシャルパートナーとして登場させている。2020年頃からは、アナウンサーとしての活動と並行しながら、昭和時代のテレビ番組や、テレビ CM を連想させる動画を SNS で随時配信している。2021年2月に、水曜トークショーライブ配信版の企画で制作された。 MBS ニュースラインタッピオカヌキ注文殺到問題には MBS ニュースラインのキャスター役で登場している。テレビラジオテレビ以下はいずれも MBS テレビ制作の全国ネット番組。ラジオ以下はいずれもパーソナリティ代理やゲストとして出演した多曲制作の番組。いずれも毎日放送が制作に出資した実写映画で毎日放送代表のエキストラとして出演。 ありがとうございます。